事故では30キロを超えて被害が出たのだから、地震も広い範囲で備えるものにするべきだと話しています。これについて原子力規制庁は、30キロ圏外であれば屋内退避で被爆を十分に防げるため、避難計画の策定などは必要ないと考えている。避難が必要な事態になれば国が全面的に支援すると話しています。色鮮やかな装束で飾られた馬たちが鈴の音を響かせながら練り歩く岩手の初夏の風物詩、チャグチャグ馬っこが岩手県滝沢市などで行われています。チャグチャグ馬っこは、田植えが終わった頃に農作業を支えた馬に感謝するために江戸時代から続けられている伝統行事です。赤や黄色などの装束で飾られたおよそ80頭の馬は、子供たちを乗せて滝沢市の鬼越宗前神社から盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ13キロの道のりを練り歩いています。沿道に集まった人たちは、鈴の音を響かせながら歩く馬の様子をカメラで撮影したり、馬の上の子供たちに手を振ったりして岩手の初夏の風物詩を楽しんでいました。チャグチャグ馬っ子は午後1時半ごろ目的地の盛岡八幡宮に到着する予定です。ここまで全国のニュース、キルマがお伝えしました。0時10分になります。続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。群馬県と長野県の境にある浅間山の噴火警戒レベルが、火口周辺への立ち入り規制を呼びかけるレベル2に引き上げられてから初めての週末を迎え、麓にある長野県小諸市の登山道では職員が出て登山者たちに規制区域に立ち入らないよう呼びかけています。浅間山でおととい噴火警戒レベルが1から2に引き上げられたことを受けて、登山道を管理している小諸市は火口からおおむね2キロ以内を新たに立ち入り禁止にするとともに、山頂への入り口にあたる西の河原分岐点など3箇所に職員を配置して注意を呼びかけています。今日は土曜日とあって火口から4キロ余り離れた登山道の入り口では午前7時ごろから登山者が訪れ、市の職員が登山ルートや下山時間などを確認したり、火口からおおむね2キロ以内は立ち入らないよう注意を呼びかけたりしました。佐久市から訪れた70代の男性の登山者は、警戒レベルが上がったことは知っています、立ち入ることができる西の河原分岐点まで登り新緑を楽しんでいきたいと話していました。市では登山道での呼びかけをあさってまで続けることにしています。一方、活発な火山活動の影響で休業を余儀なくされていた箱根山の大涌谷周辺にある土産物店が、今日から麓の空き店舗を借りて営業を再開しました。神奈川県の箱根山では、火口周辺警報が出された先月6日から大涌谷周辺への立ち入りが規制され、この区域にある土産物店や飲食店は1ヶ月余りにわたって休業しています。このうち温泉で作るゆで卵として人気の黒卵を販売していた土産物店が、大涌谷から5キロほど離れた麓の芦ノ湖近くの空き店舗を借りて営業を再開しました。黒卵は販売していませんが、店内には黒卵にちなんだお菓子や雑貨が並んでいるほか、立ち入り禁止になる前に製造した黒卵の燻製が120袋限定で販売され、観光客が次々と買い求めていました。土産物店の店長は、営業再開できてとても嬉しいです、多くの人に箱根に来てもらいたいですと話していました。世界で活躍する可能性を秘めた芸術家を発掘しようと、公募で集まった絵画や版画を展示するアートオリンピアが東京豊島区で今日から始まりました。アートオリンピアは大学や美術館関係者などが今回初めて開いたもので、豊島区役所新庁舎の会場には世界52の国と地域から公募で集まったおよそ4200点の絵画や版画のうち、審査を通過した236点が展示されています。このうち一般部門の部で金賞を受賞した前橋市の田中忠さんの絵画おかえりなさいは、大きな木のあるふるさとにたくさんの人たちが集まってくる空想的な物語をボールペンと色鉛筆の独特のタッチで表現しています。
また学生部門の部で金賞を受賞した台湾の女子大学生の作品は、進路で悩んだ時の混沌としたイメージをクレヨンや鉛筆で描きました。このほか恥ずかしがり屋の友人が犬を抱えているブルガリア人が描いた人物画なども展示されています。アートオリンピアは今月28日まで開かれています。気象情報です。濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県北東部、茨城県北部六甲地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、南の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。関東地方北部、南東の風、晴れのち曇り、ところにより夕方から雨、海上では夕方まで霧の見込みです。伊豆諸島北部、北東の風のち南西の風、晴れ時々曇り、ところにより霧でしょう。波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、西の風のち南西の風、晴れ時々曇り、ところにより霧でしょう。波1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、南西の風のち西の風、晴れでしょう。波1メートルの見込みです。甲信地方南部、南西の風、晴れ、夜、曇りでしょう。静岡県東部伊豆地方、南の風のち南西の風、晴れ、時々曇りでしょう。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。7人乗りとか8人乗りのさ、楽しいじゃないあれ。わかる。
俺はいろいろ人乗せようと思って結構大きめの SUV 持ってるんだけど、まあ後ろに誰も乗っけたことないね。だからそういうもんなんだよね。伊沢さん、ポスカーでいいじゃないかっていう。あれ本当にこんなに友達いなかったっけっていうか、いないね。不思議だよね。ああ、いない。なんだろうね、友達ってなんでこんなにいないんだろうね。芸能人って孤独だってよく言うけど、孤独だね、みんな。そうだな、ね、サラリーマンの方とか、うん、人がたくさん友達いる気がする。まあ孤独だよ。なんかほぼまっすぐ家に帰ってさ。いや俺もそうだよ、ほぼまっすぐ家帰ってでしょ、うん、てかほぼっていうか絶対まっすぐ帰るんで、家に一回、うん、一回家帰って